こんばんは。皆さん大丈夫でした？僕のところは震度6強でした。地震が来てたのはもちろん分かったんですけど、ものすごい疲れてバタンキューだったので、なんだろうね、やばいっていうのは 分かったんですけど、なんかもう起き上がる気力がありませんで、なんで起きてみたらこのありさまですよ。大きな家具が倒れたりとかはね、特にはもちろんなかったんですけど、床の方にはちょっとゴミが散らかっちゃって、ちょっと脱いだ服とかも全部ここら辺床の方にばらまかれちゃって、あと何でしょうね、空のペットボトルとかが結構なんかね散乱してますね。それ以外は特に何も問題なしということで、あとはまあ皆さんのご無事を祈るとともに、もっと大きいの来ないことを、願うばかりです。ではまた。よいしょ。